井秀樹、年齢は30歳で、出身は福岡県の博多区 でバスケ歴は20年ぐらいですかね。普通に小学校3年生から、学校にあるミニバスに入って、それから中学校高校と、いわゆる部活動、部活キッズで、高校は割とその全国に出るような強いチームで、運よく大学も東京の日体大から推薦の話をもらえて、それで東京に来て、本当はバスケは大学までって決めてたんですよ。それっていうのは、その実家が僕お寺 で長男なもんで、後を継ぐ、後を継ぐんですけど、それもあって、大学まで、がっつりバスケやった後は、その道に進んで、そこでバスケはきっぱりやめてって、当初は思ってたんですけど、それで修行も本当は2年間だったんですけど、でちょうど1年終わるぐらいの時にもう我慢できなくなって、で親にも電話して、ちょもう俺またバスケやりたいっつって、バスケをやりたくて、日々過ごしてたら、いつの間にかこのストまあ今僕がプレーしてるあのストリートボールっていう、東京のストリートボールシーンにもうどっぷり使ってたっていう、いつの間にかで、自分でチームを持つことになったんですけど、このアンダードックっていうあのストリートボールのチームなんですけど、チームのことって考えてこの何年かやってきて、でも本当周りからもなんか、もうみーちゃん最近ダメじゃんみたいな感じで、もうぶっちゃけ言われてたんですけど、ちょっと本当今年は頑張ろうと思ってた矢先にこのレッドブルの話があって、もう一回自分が輝きたいっていう思いがあったんで、もうチャレンジするしかないなと思って、そう思い切って申し込みました。俺もいつまでバスケがやれるか分かんないんで、正直この今は本当にバスケにすごい注力できてますけど、その環境は実家の後を継ぐっていうのもあるんで、この僕らが、僕がプレーしてる東京のストリートボールというシーンを俺はもっと変えていきたいっていうか、現状で満足したくないっていうのがあって、やってるやつらが報われるようなあの環境にしたいと思ってるんで、自分のプレーがどこまでそんな大それたことは言えないですけど、やっぱりこのシーンに携わってる一人の人間として、でまたそのバスケで出会った仲間だったりにも、やっぱりこの時期を一緒に過ごしたっていう、その将来もうおっさんになって振り返った時に、あの時期があったね、あってよかったなって周りの人が思うような環境に、自分が関わるとこはもう全てそういうみんなにとってのみんなに人生にとっての濃いものにしたいというのが、日々全力で明日できなくなるかもしれないんで。